金太郎相手に196秒 TKO 勝利で鮮烈な雷神デビューを飾った無敗の超新星秋元京馬がランドマーク名古屋大会で怪物くんこと鈴木博明とフェザー級で対戦する。試合してから1ヶ月弱での連続参戦となった秋元京馬、尊敬している朝倉未来とどこか重なるところがある。朝倉未来ライジンデビュー戦となった日置戦で1ラウンドで TKO 勝利し、連続参戦となったダウトベック戦は判定で勝利を収めている。いつでも強気な18歳は一階級上の立ち技出身怪物くんにスタンドで勝負するのか、それとも返り討ちに合うのか。ヤマニハ選手の敵討ちに燃えているガンギマリ 100% 怪物くん、18歳対今年40歳、親子ほどの年齢差があるのも衝撃的だ。朝倉兄弟が去ってしまったライジン、次世代のスーパースターになるには落とせない重要な一戦となる。